はいどうも、むしょにチャンネルのアリュウです。今回はね、なんとライブ標本に挑戦してみたいと思います。普通の標本は羽を水平に広げて羽の模様が観察しやすいような形にするんですけども、でもその姿って自然で生きてる時は全然そんな形しないし不自然なんですよね。っていうことで世の中には生きている時の姿をなるべく再現しようとした標本、ライブ標本っていうのがあります。このライブ標本っていうのは種類を同定したりとか、そういった用途っていうよりはどっちかっていうと、芸術品のようなジオラマみたいなもんですよね。それはそれで価値があるもんだと思うんで、今回挑戦してみようと思います。で、今回挑戦するライブ標本は、こちらのシジミチョウたちです。この2匹が林みどりシジミのオス、これが水色オナガシジミ、これが林みどりのメスですね。この4匹をライブ標本にしていきたいと思います。はい、それではライブ標本に使う道具を紹介していきます。まずはこちら、スチレンボード。針が刺さりやすいような板ですね。はい、次に、ピンセット。なるべくいろんな種類を用意しました。そして最後に、昆虫針。これをたくさん刺してやっていきます。それじゃあね、まずはこのオスの方からやっていこうか。他の蝶々たちは乾燥しないようにこの濡れたティッシュを入れたプリンカップの中に入れておきます。それじゃあ早速こちらの林みどりシジミのオスでライブ標本作っていきたいと思います。ライブ標本の作り方なんですけども、正直僕もよくわからずやっていきます。フィーリングです。とにかくたくさん針を使って、体を固定しながらそれっぽい形に仕上げていくんだろうね。っていうことで、まずは体が動くかどうかを確認します。ピンセットで足をちょんちょんと、足の関節が動くことを確認していきます。あ、まあ動くね。あんまりやりすぎると取れちゃうんでこのぐらいにしておきますか。羽もある程度開いておきましょう。こうやって頭の向きもちょっと修正して早速立てていきましょう。今こんな感じで奇跡的に立ってますけども、足が全然生きている時の姿じゃないんで足をちょっとずつ修正。この足が全然あさっての方向向いてるんだね。こうやって生きていた時の姿の位置に戻して、早速いい感じに立ちましたね。まずは少し羽を開いてあげましょう。はい、でちょっと道具の追加なんですけども、羽を開くためにちょっとこういう天使テープを小さく切ったものを使います。はい、こうやって小さく切った天使テープを針に刺して押さえを作ります。これを使って羽を押さえていきます。はい、今いい感じに蝶々が自立してますね。今ね、なんとか自分の足で立てるようになってます。立てる前にこうやって足の位置を調整しといた方が、後が楽です。本当に。さっき作ったこの羽の押さえを頑張って入れていくんだけども、後ろから入れた方がいいな、これ。はい。もうちょっと開かせたいよね。こうやって、はい、今こんな感じで開かせることができました。開かせるときにね、なんかだんだん体が前向かってっちゃったんで、頭の方に一本、押さえの針を追加してます。で、もうちょっとね、なんか、羽を前にやりたいね。上から押さえるだけじゃなくて、下側からもこれ入れて、上下から挟み込むように羽を固定します。はい、結構羽開けましたね。はい、そしたら足とか頭を整えていきましょう。ちょっと頭の向き修正。そしたらピンセットで足の位置を前に出して、テルっぽく整えてあげると。こんな感じでどうでしょう。はい、それでは最後に触覚を整えます。やっぱね、飛ぶ時って頭も触覚も結構上向けてるんですよね。飛び立つ方向、上の方向を見てるんだよね。なのでちょっとそれをイメージして触覚を上目にやると、こんな感じで飛び立つ瞬間のポーズをイメージしました。これはこのまま乾燥させましょう。
もう一匹完成しました。ちょっと羽の開き具合を変えてみました。よし、じゃあライブ標本にするのはこの2匹だけで、他は普通に展示しちゃいましょう。ということでこの子たちはこのまま2週間以上乾燥させます。それでは、はい、ということで半年ほど乾燥をさせました。別に半年間乾燥させるつもりはなかったんですけども、なかなか手がつけられずに半年ほど経ってしまいましたね。普通は1ヶ月も乾かせば十分です。ということで早速状態を見ていくんですけども、無事固まってるみたいですね。間違いなく関節とかは乾燥して固まっているはずなので、針を外してもこの形が崩れるということはないと思います。ライブ標本の題材用に剣塗紙を使います。測ってみたところ、足を乗せるためには横幅が1センチ必要なことがわかります。横幅1センチ、縦の長さ3センチで作れば体が全部乗ってくれそうですね。サイズが決まったので紙を切っていきます。昆虫を乗せる台紙ができました。普通台紙は市販されているんですけども、今回は市販されているものより大きいのが必要だったので自分で作りました。サイズの確認のため台紙に針を刺していきましょう。使うのはエントスフィンクスのインセクトピンズ3号です。僕が普段使っている平均台です。穴の深さが決まっていて台紙の高さを揃えることができます。台紙を穴の上にセットして針で台紙を貫通させます。普通の標本だとこれでは低いんですけども、今回はライブ標本で高さがあるので、今回はこの高さで使っていきたいと思います。もう1枚の台紙にも針を刺しました。台紙への接着はこのボンドで行います。台紙にボンドを少しつけて針で薄く伸ばします。それではいよいよ針を外していきます。一本一本慎重に標本を壊さないように抜いていきます。触角が折れやすいので慎重に針を抜いていきます。標本は完全に乾燥しているので針を抜いても形が崩れません。針が抜けました。それではいよいよ台紙に標本を載せていきたいと思います。ピンセットを買いました。標本を触る時のピンセットはなるべく先端が鋭い、そして内側にギザギザのないものを使うといいです。羽が持ちやすいので羽を持ちます。ボンドが乾いていたので飴入りのりで補修しました。あとはこののりが乾けば完成です。それではもう一匹の方も台紙に乗せていきましょう。それではピンセットで蝶々の羽を持ち、蝶々を台紙の上に乗せていきます。そして昆虫の向きを微修正します。念のため足先に飴入りのりを追加しておきましょう。糊が乾くまで標本が壊れないように上から蓋をしておきます。この状態で1日ほど様子を見てみたいと思います。はい、1日経って接着剤が乾いたと思いますので、早速中を開けて見てみましょう。はい、ちゃんと接着剤が乾いて、こうやって角度つけて傾けても標本が落ちることはありません。はい、ようやくライブ標本完成です。今更なんですけども、この蝶々の羽、この羽の色が2匹違うように見えませんか？実はこれ角度が違うからこういう風に見えてるんですよ。普通の標本のように羽を全部開いてしまうと両方とも同じ色に見えてしまうはずなんですけども、今回このライブ標本のように羽の見える角度を変えることで、こうやって色が違うように見えるっていうのが表現できたかなと思います。この緑シーミの仲間って角度によってかなり色が変わります。本当はこの後ラベルをつけて標本箱にしまうまでが標本作成なんですけども、ラベルは採集地が書いてあるんで皆さんにお見せすることはできません。なのでライブ標本作成はここでおしまい。やってみての感想なんですけども、この緑シーミの仲間は多分やりやすいと思います。
これ以上大きいとなかなか自立してくれないですし、これ以上小さいとかなり細かい作業になってくると思います。なのでこのミドリシジミの仲間は初めてライブ標本をやる方にはおすすめです。皆さんもぜひライブ標本作ってみてはいかがでしょうか。っていうことでね、今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。よしおりチャンネルでは昆虫採集、昆虫標本、最近では昆虫飼育の動画を使っているんで、こういう動画見たかったって方はぜひチャンネル登録、高評価、通知登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。